皆さんこんにちは、谷正樹です。今回はこのちょっとパターを使って自宅でこう練習する方法というのを、皆さんに説明していきたいと思います。でまずやっぱね、あのパターってストロークが、小さいわけですよね、ショットに比べると。でその小さいストロークにもかかわらず芯を食わない方がやっぱ非常に多いんですよね、アマチュアの方で。プロゴルファーとしてほとんどの人がもう当たり前ですけど芯を食えるんです。で外しても本当許容範囲のちょっとぐらいの外しなんですけど、アマチュアの方は特に長い距離になってしまうと、ロングパットになるとストロークが大きくなった分だけ芯を外してしまったりとか、中にはもう1メーターぐらいのパットの時でも芯を結構外しちゃう人ってたくさんいらっしゃるんですね。で、まずそこで練習法としてやっていただきたいのが、ボールのね、こう当たるポジションのこの端っこのところにこう割り箸かなんかをね、両面テープでこうつけていただいて、芯をこう外したら割り箸に当たっちゃってボールがどっか行っちゃうみたいな感じでやっていただく方法もいいかなと。でこれちょっと後でまた説明しますね。でこれが一つで、それをやることによって芯に当たる確率というのが高くなってきます。これプロゴルファーでも結構使ってる、やってる人います。パターが上手いね、プロでも結構それやってる人すごく多いんで、そういうのもすごくいいかなと。それから、当然ですけどストロークの中で頭っていうのがここ特に1メーターぐらいの時にこうすごく早く上がってしまう人が特に多いんですね。でスライスラインが特に多いです。意外とこうスライスラインの1メーターぐらいの時にパッてこうカップを見ちゃって、カップの A サイドから外しちゃって絶対届かない、届かないというか入らないっていうような、方が多いかなと。だからできればパターの練習っていうのは、ストロークする際にボール下を見ながら、1,2,3 とストロークし終わって 1,2 秒止めてからパッとターゲットを見ていくっていうぐらい、目線は下を向いて絶対カップも見ていかないっていう練習をしていただきたいなと。で昔のタイガー・ウッズがね、パターの練習してる時に見させてもらったんですけど、やっぱその時とかもやっぱもう絶対こう見ないですよね、カップをね、ずっと下見たまま打って最後にちょっと見るぐらいの感じでやっていたなと。あとそのタイガー・ウッズがやっていたのが、あと片手のパターの練習だったんですけど、当時はね、左手よりもどちらかというと右手、彼がほとんど右手でこうやってやってる僕は印象がすごく強いんですけど、やっぱパターってどっちかっていうと、右利きの人は右の感覚で打ってる人の方が上手なんじゃないかなというふうに思います。で中には左がこうイップスみたいな止まっちゃうっていう人は左を動かす練習をしなきゃいけないと思いますけれど、基本的に左がちゃんと動く人は右のイメージ、やっぱ転がす時も右利きの人は右手で転がすわけ、球を放ったり投げるわけですから、その感覚で右手でイメージしていった方が距離感とかも出てくるのかなというふうに思います。であと短いパターンとか練習するときにこうカップのね、こう両サイドにこうなんか雑誌かなんかこう置いてカップを小さくするっていうのも手ですよね。小さくして、でそうするとカップの大きさが小さくなっていくんで、いざ本番のときにカップが大きく見えるなんていうのも1メートルのパターンのときには僕やっていただく練習をお勧めしております。で、そんなのも踏まえ、感覚的にはそうですね、パターの練習量としては、僕はやっぱ最低でも1日100回は打ってもらいたいなと思います。で、100回打って何回外したかっていうのを、記録して打っていってもいいですし、でそうするとやっぱりこう記録を作ることによって、昨日は5回外したけど今回今日は4回休んだとか、中には10回外したけど次の日時は2回で休んだとかっていうふうに、今データがしっかりしていくと、その日その日の練習が結構密度が濃くなってきて内容がいい練習になっていくと思いますので、要はプレッシャーに負けないというような練習になると思いますので、100球ぐらいは、ね、できればやっていただきたいなと。でカウントをしていくという感じですね。でそれでちょっとこの割り箸のやつをちょっとつけたいと思います、はい。このパターのフェース面に、程よい割り箸をこう割っていただいて、長さで割っていただいて、両面テープに割り箸をくっつけてフェースにくっつけると、当然芯を外したら割り箸に当たってどっか行ってしまうということですね。ちょっと一回わざとちょっと割り箸に当てて打ってみますね、どうなるか。こういうふうにどっか行っちゃうわけですね。でそれが
ちゃんと芯に当たるとという感じで綺麗に入っていくと。で、今1メートルぐらいの、距離にして、こうやって雑誌みたいなのを置いて、ボールがちょうどこう隙間的にいくと1センチちょっとなのかな、両サイドでぐらいの隙間にしていただいてやると、非常にこう繊細なね、本当に芯食わないと絶対入んないっていう状態になってくるんで、初め外すと結構イライラしますけど、慣れてくるとすごくこう、あ、手で上げると割り箸に当たるなとか、リズムがずれるとダメだなとか、すごく分かってくるんですよね。で、それってやっぱり自分なりにやっぱいろいろあるんで、もしコーチとかいればコーチに聞けばいいと思うんですけど、コーチがいなかった場合はできるだけたくさん打っていただいて、打てば打つほどなんかこうひらめきっていうのが出てきますから、それまでは諦めずこの練習を絶対した方がいいと思います。で、やっぱり1メートル制する人はアマチュア界を制すると思いますんで、この1メートル外すっていうのはもう非常にもったいないことですから、ぜひね、やっていただきたいなというふうに思います。だからちなみに今こう押さえてた雑誌、よろしくお願いします。数ヶ月前に出させていただきましたゴルフ綺麗なインパクトの作り方、谷正樹、よろしくお願いします。以上、谷正樹でした。